チャオ、こんにちは。今日はムール貝のパスタ作りますね。材料こちら。これね、冷凍のムール貝です。アサリと冷凍のエビとニンニクアンチョビですね。白ワイン、バターとパセリのみじん切りです。では作っていきましょう。まずニンニクのみじん切りをオリーブオイルで炒めるところからですな。これはいつものスタイル、ちょっと多めですね。でここで火にかける。跳ねる。ここに白ワイン入れますね。で、もし。ここでアンチョビ投入。で、さらにまた、貝の身が固くなってしまうので、一旦取り出します。エビも含め。ここにバターですね、入れてまた火をつけると。これでソースを作っていくわけですな。パセリのみじん切りをここに追加して、さらに飾りでも使うと。はい、パスタ茹で上がりました。じゃあこれを、少し水を落として、こっちにこれ強火。これでスープを麺に吸わせていくために1分ほどこれで混ぜ合わせますね。さっき引き上げた具材も全部投入。では今作ったムール貝のスパゲッティをいただきます。
今日の麺はナポリで作られた 1.8mm ブロンズ仕上げというね、あの表面ザラザラした系ですね。本来はこういうのはクリーム系のパスタに合うんだけど、まあ、今日はそれをあえて使ってみました。いただきます。うまいね。ムール貝も。独特だね、ムール貝ね。うまい。ムール貝ってさ、すごい向こうの人いっぱい食べるんだよね。だから日本のスーパーではほとんど見かけないんだけど、たまたまあるところ知ってて、昨日買ってみました。向こうヨーロッパ、イタリアの人はね、ムール貝バケツいっぱい来るんですよ。もう貝殻バケツにいっぱい溜まるぐらい。それでも中身がちっちゃいんで、まあこういう感じでね、やっぱこう身がちっちゃいから殻だけ大きいんだけど、貝殻がすごい大量に出ます。それがムール貝。ごちそうさまでした。本当美味しい、いただきました。まあよかったチャンネル登録といいねボタン、高評価こちらに押してください。よろしく。ではチャオチャオチャオ。